どうも、岡田千里担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、ということでお正月の復刻ガシャが来ました。もうこの時期になるとね、あーもう年末か、もうお正月かってね、感じになるよね。はい、ということで、じゃあ早速ね、アイドル詳細去年の分から軽く見ていきましょう。はい、心躍る新春村上智恵ということで、智恵はバランス型センター効果パッションエナジーの特技、1年を込めた抱負ということでライフ回復となっております。7兆もライフ回復よね。はい、そして2人目、一歩ずつ前、森久保ののということで、森久保はボーカル特化センター効果クールチアの効果は11秒ごとの特技、確かな歩みということで11秒高確率のライフスパークルとなっております。はい、そして3人目、ハッピーニャンイヤー前川ミクということで、ミクニャンはビジュアル特化のセンター効果キュートユニゾン、特技落とし玉猫パンチということで11秒高確率のアンサンブルが来ております。はい、そしてエスレアにはアーニャが来ております。はい、まあ、衣装は後で軽くさっと見ていきましょう。はい、そして2年前です。金が新年、向井たくみということで、たくみんがビジュアル特化のセンター効果パッションチア、特技背負う覚悟ということで13秒高確率のライフスパークルが来ております。はい、そして2人目は悠久の羽高木楓ということで、楓さんはバランスタイプのセンター効果クールエナジー、特技時を超える輝きということで8秒高確率のライフ回復となっております。エスレアは、はい、ランコが来ております。はい、そして3年前ですね。いや、もうここも3年前か。福を呼ぶ舞姫、高藤加工ということで、加工様はバランス型のセンター効果フォーチュンプレゼント、はい、特技が慶賀の演舞ということで11秒高確率のアンコールですね。うん、ここでアンコール、まあ、初めて出たということで、そうそう、この頃ってまだ加古様にねボイスもついてなかったんで、うん、ボイスミジスアイドルちゃんの限定が初めてやったんかな、まあ、結構話題になってましたよね。はい、そして SS レアはもう一人目は新春の彩り三村かな子ということで、はい、かな子はボーカル特化のセンター効果キュートチア、そして特技はハッピーシェアリングの効果9秒高確率のライフスパークルです。うん、ライフスパークルもこれが最初ぐらいじゃなかったっけ？結構初期のライフスパークルよね。はい、そして S レアにはニナちゃんが来ております。はい、それではね、衣装見ていきましょう。お正月はね、基本和な感じで、いや、和装が好きな私としては結構嬉しい限りで、ということでこちらは智恵の振袖であります。はい、結構ね、なんか振袖アイドルちゃんって結構ミニ丈の子が多いんやけど、結構ね、なんか布も多くて華やかな感じになっております。はい、そして森久保です。森久保も和でありながら、和要素もありながら、まあ洋要素もねある感じで、ここが絵本のようになってるね、森久保らしい可愛い衣装です。はい、そしてミクニャン、ミクニャンも振り袖ないけどアイドルっぽい感じでね、レースとかいっぱいヒラヒラとかついている感じの結構セクシーめなね和装となっております。はい、そして2年前も見ていきましょう。はい、2年前のね、このタクミンがね、もう胸元セクシーすぎてすっごい欲しかったんですよね、ポニーテールでめっちゃ覚えてるその時の記憶。和服な、ね、和な柄もあるけど、割と特攻服感のあるような感じとなっております。はい、そして楓さんがすごい豪華な感じのね和装で、まあおそらく不死鳥フェニックスをイメージしたような感じの和ドレスになっているんだと思います。はい、そしてね、はい、3年前に行きましょう。確か SS レアが初めてじゃなかったっけ、ここ過去様ね、赤のね、振袖でめちゃめちゃなんか豪華よね。柄もすごい凝ってて、このピンクのね、ここの中がすごい可愛いよね。この赤の濃い色で淡いピンクのね、感じがまたすごい可愛い。そしてね、いや、このかな子の衣装がほんと好きで、和メイド
めちゃんこ可愛くない？イラストもすごい可愛いんですけど、いや正直ね、めちゃんこ狙いたいところないけど、ちょっとジュエルの関係上ね全然引けないけど、私この衣装ほんとめちゃんこ好きで、いやかなこの衣装の中で一番好きかもしれない。はい、ということでちょっと所持率の話をねしていくと、去年はミクニャンとエスレアのアーニャは持っております。はい、そしてこちらは、カエデさんとエスレアのランコは持っております。はい、そしてこっちはね SS レア1人も持っていないんですけれども、エスレアのニナちゃんは持っておりますっていう感じの所持率ですね。まあ、この時期って無料10連がね毎年来てるんで、まあ、結構ちょこちょこ引けてるかなっていう感じなんですけれどもね。はい、といってもまだなんか全員揃ってたりとか全然そんなんはないんで、ちょっと納税でねちょっと出てくることを願いつつ、まあ、引いていこうかなと思います。じゃあ引いていきましょう。はい、あーユニットに、あ、エスレアやん。あれ、エスレアエスレア、なんでなんでなんで違うやん違うやん、そうじゃないやんそうじゃないんですよ。まあ、メダルありがとうございます。せめてなんか全然関係ないとこから来てくれへんちょっと、あ、しかも何頭です。あ、いいじゃん、このコインもね貯めたいところやけど、もう久々の納税の SS レアでなんで外す、これはここの森久保出るとこでしょ本当にもうちなみにね、このミクニャンのユニゾン、強いんですごくいいと思います私のね今の理想編成にも入っております。オルタネイトのアンズとねフェスゲーのうずきちゃんのコンボナと組み合わせてね、すごい強いユニットになっております。いやちょっと結構ショックよね、 ああいう感じってすごいショックよね。本当に全然関係ない、同じなんか所持してるアイドルちゃんやったら、もう全然別のね、まあ、それこそこの今回限定に選ばれてないアイドルちゃんとかやったら、ああすり抜けたんかって、まあ、結局すり抜けないけどね、まあ思うんやけど、なんでしかもそこにいるアイドルちゃんの工場の方引くかねっていうピンポイントでね、納税で、あーここね2人ともねすごい欲しいんだな。うん、はい、なんかこうちょっと変なところで運使ったよね絶対出えへんわと思ってたけど、あんなもし仮にロードがあったら森久保ってなってたとこやったよね。正月森久保って、はい、メモリアルもね、じゃあおとなしく引きましょう。あ、え、そんな出る？おかしない？あいや天井でねスカウトしたんやけど、いやちえりちゃんはね何枚出てもいい、何枚出ても嬉しい。なんか今回すごいね、今回どうした、どうしたよ。あ、まあ、ロードはないね、ロードは、はい、まあ、新規はもうお迎え今日はできなかったということで、はい、お疲れ様です変なテンションになる、すごい変なテンションになっちゃう。もうさすがに事件簿すぎるからさ、今回の動画ちょっとサムネでちょっとサムネホイホイにします、今回のいつもね引けたとしてもちょっとバレないように、引けたっていうことがバレないようなサムネにね、まあ、してたんですけど、あまりに事件簿すぎたんで、今回はもうサムネでネタバレしていこうかなと思いますはい、ということで、まあ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 期間はね31まで、あれ30なん、うん、うん、あ、はいはい、31日のあれね、日が変わったら、あの入院、何お正月なんやあれもう混乱してる、名前が出てこへん、あの31日のやつね、大晦日大晦日になった瞬間にガシャ更新とか、その年末ライブ的な感じで、あの衣装を集めるみたいな、そういうイベントがあったりとかするんかな。うん、
と思います。多分そんな感じなんだと思います。はい、ということなんでね、まあ、30までコツコツ納税を引いていこうとは思います。そしてこの時間、まあ、フェスあるよね、さすがに。アニバじゃない、年末のニューイヤーやからね。うん、まだフェスの予想動画も出してないけどね、ちょっと出そうかなと思います。まあ、なんとなく予想はしてるけど、まあ、多分当たらないんだろうなと毎回思っています。ということでこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンもポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。